まずは、単純に、やっぱり高校に入った時に、同級生、まあ先輩たちももちろんそうなんですけど、同級生がやっぱり全国大会優勝してたり、本当に中学、バスケットの中では、中学から有名な選手もたくさんいるんですよ。で、本当にそういう選手たちが集まってくるので、例えばプロフィールに載る、中学校の名前であったりだとか、ああ、パンフレットとか大会とか、で、中学校の例えば、全中何位とか、まあ、それこそオールスターに選ばれてたりとか、あとは、もう単純にあとはバスケットの歴ですよね。もう、小学校の低学年から始めてる子も多かったりしたので、で、自分は中学から始めてるので、まあ、3年とか、高増えない校ですもんね。で、本当にそういう、まず、そういうところから恥ずかしいなっていうか、ああ、そうなんですね。から始まってますね。経歴、なんかね、本当、なんていうんですか、スペック見て恥ずかしいと思うような感覚なんですね。そうでそういすう意味ね。では。なので、本当に自分のレベルがそこにあってそこにいるっていうよりは、まあ本当に、よく言うと将来を見込んでもらってそこに入れさせてもらってるっていうところから入ってるんで、自分からすると本当に高いレベルのところに自分から挑戦しに行っているっていう感じですね。よく言えば。で、なんか、場違い感みたいなのも少し持ってたりされてたってことですか？そうですね。なので、高校入るのも、寮生活をしなきゃいけなかったので、まあそういうのもあったり、やっぱり名門のところなので、無名の自分がそこに行くっていうのは、結構止められたりもしたんですよ。でもやっぱどうせやるんだったら自分は強いところでやりたいっていう思いから入ってるので、なので全然技術とかも伴ってなかったですし、まあ身長だけは、当時大きかったので、まあ本当そこだけっていう感じだったので、本当に飛び込んでったって感じです。岡崎さんはどうですか？その下手、そんなまあ、下手なのかなって思うぐいらや、い。でも、多分これ高田さんと共有できる話だと思うんですけど、下手って、まあ、言われることに対して、いや、周りから言われたら、いや、そこまで下手ではないねんけどなっていう気持ちは絶対あるんモテそうですよね。です。結局、そう、まあ、ボール持った時とか、まあ、視野とかで言うと、じゃ自分が、まあ、ボールが持ってない時とか、自分のいわゆる得意な場面とかになると、自信持ってできるけど、じゃあ、いざ、もう全然フリーでボール持った時は、本当、多分大学生とかとよりに比べても同じくらいになってしまう可能性もあるし、なる例えほばど。そういう、けど、まあ、いわゆる自分のリズムに入ったりとかしたときは、勝てるだろうとか、まあ、例えば単純なパス練習とかしたら、全然下手じゃないし、まあ、例えばドイツに行ったときも、日本で下手って言われてたけど、普通にドイツ、ブンデスリーグの練習に入っても、練習の、まあ、例えばミニゲームとか、そういうの入っても全然上手い方に入れられてたりとかするんで、まあ、単純に練習とか毎日やってたら、大体自分がどの位置にいるとかってわかるんで、まあ、下手って言われても、まあ、どのレベルの下手かっていうと、そんな下手ではないですけど、ただ、結局僕のコンプレックスで言うと、ため息とか、そういうのをよく、下手なやつって体感してきたんですよ。やっぱ小学校とか中学校とかって。なるほど。高校とか特にそうだし、まあ結構頑張る系のタイプ、根性系のタイプだったんで、いわゆるそういうことに対してすごい敏感だったんですよね。ああ、お前そうじゃねえよ、みたいな感じが、今でなるもほずっど。と残ってるんで、今でもそういうのにやっぱ反応しまいますね。だから、やっぱ下手やな、俺はって思って、一旦落ち込むけど、まあそこから、まあそれがあるから頑張れるっていう、結局そこにつながるんだけど。ただ結局心の底には、でもやれそうな気がするっていうのはあるんで、多分そこが多分その一番重要なとこというか、そこが多分なかったらもう、
ここまで来れてないと思うんですけど、結局うまいやつ見たときになんか払わないなとは思うことはなかったですね。なんかコンプレックスがあるように見えるけど、でもなんだろう、諦めるほどじゃない、その絶望するほどのなんかの差は感じなかったんですよね。そこはなんか鈍感だったんです、だから鈍感なのかもしれないですね、言ったら。あるけど、はい、今の話伺ってたらね、そのため息が気になっちゃうっていうのは結構敏感ではあるので、まあ、すごいね、そこで苛立ち、腹立つって感じですね。はい、確かにね、はいはいはい、なんか見返したいっていうとか、うん、そういう気持ちの方が強いですね。まあ負けず嫌いだと思いますよ、多分。まあ高田さんもそうだし、うん、そこが上回ると思うんですけど、うん、はい、